ロレンツォ・マスケローには、イタリアの数学者である。ロレンツォ・マスケローにラジオメトリア出るカンパズを彼は1750年に、イタリアのロンバルディア州ベルガモに生まれた。彼は、出身大学のパビア大学で、数学教授になったが、幼少期は主に人文科学に興味を持っていた。1790年に発表した、アドノーテーショナズ・アドカルキュラム・ワンテグラル・ユーラリーで、 彼はオイラー・マスケローに定数の計算を発表し、その定数を初めてガンマと表した。彼は1797年に執筆したラジオメトリアデル・カンパゾで定規とコンパスによる作図はコンパスだけでもできることを証明した。しかし、この結果は1672年にデンマークのゲオルグ・モールが著書のウクレディーズ・ダニカスで証明を示唆しており、現在は モール・マスケローニの定理として知られている。1800年にパビーヤで亡くなった。ありがとうございます。